今日はタイのスシローに来てます。まさかタイに来てスシローに来るとはちょっと思わなくて、すごいびっくりしてるんですけど、こんな混んでるのがマジでびっくりしますね。で、スシローは僕日本でも行ったことなかったんで、回転寿司自体あんまり行くこと少ない。回転寿司行くならラーメン食っちゃうんで、でもまあちょっとタイにもう2週間ぐらいいて、日本食恋しくなったんでスシローに来てます。で、ちょっとどんな味かタイなんですけど確かめていきたいと思います。今、タイのセントラルワールドっていう結構タイでめちゃくちゃでかいデパートの中にあるスシローに来てます。で、タイに来てスシローに来ると思ってなかったです。で、なんか最近なんかいろんな YouTuber とかスシローめっちゃうまいみたいな話をしてるので、ちょっと気になってスシローに来ました。で、ちょっと本当にうまいか確かめたいと思います。じゃあまずこのボタンエビからちょっと食べます。なんかマヨネーズみたいなのかかってますね。マヨネーズと鰹節、なんかちょっとわかんないやつかかってますけど、普通にうまいっす。普通ですか？40バーツなんで150円ぐらいなんで、まあ、普通にめっちゃうまいっす。150円とは思えないです。日本にはなかなかない味ですね。なんか味付けが、まあ、ちょっともう食っちゃったんですけど、なんかマヨネーズとか乗ってて美味しかったです。で、ちょっとサーモンとかも、なんかタイサーモン美味しいで有名なんで、生サーモンちょっと食べてみます。めちゃくちゃうまいです。びっくりするぐらい、なんか日本のサーモンよりうまいかもしれないです。まあ、タイのだからかスシローだからかちょっと分かんないですけど、日本のスシロー行ったことないんで、でも普通に美味しくてびっくりしました。結構いろいろあるので食べていきたいなと思います。これは炙りサーモン、炙りも多分めちゃくちゃうまいと思うんですけど、めっちゃうまいです。てかスシローめっちゃうまいですね。スシローめっちゃうまいです。びっくりしました。まあ、日本のっすけど、で、青さ汁、これも美味しいです。僕はちょっともうちょい味濃い方が好きかなって感じですね、これに関しては。まあでも本当になんかびっくりするぐらい美味しくて、ちょっと食べ進めていこうかなって思います。これは大トロ、特大大トロの、しかもあのネタデカめのやつ、120バーツなんで500円ぐらい。回転寿司だったら多分めっちゃ高いですね。日本でもラーメン1杯分ぐらい食べれますね、これとあと少し頼んだら。なんで結構普通に高級だと思います。500円だったら普通のいい寿司屋で普通のネタ頼んだら500円ぐらいなんで、大トロじゃなくても。ちょっと食べてみます。普通にめっちゃうまいです。とろけます。でもびっくりするぐらい想像以上で驚きました。めっちゃうまいです。日本にはなさそうなメニューがないかな。タイっぽいものとかないですか？なんか別にそれはなさそうな感じですね。サーモンが多いですね。でもなんか結構ネタは日本とあんま変わんないんじゃないですかね。なんか日本の行ったことないですけど、多分タイだけにしかないのっていうのはあんまなさそうな感じですね。いただきます。
握手会は意外に疲れなかったですね。そうです。最初疲れる、めっちゃ疲れるかなと思ったんですけど、なんかまあ普通に来てくれて嬉しいなみたいな感じでした。そうですね、皆さんが。皆さん大好きだから。あえて結構感動してる感じがこっちにも伝わってきて。緊張してますね、皆さん。緊張してましたね。日本人の女の人が一番緊張してるんですか。普通の警備業の警備を見る女性も多いですか。多いと思いますよ、うん、うなぎ高いですね。すごい回転してますね。なんか日本の回転寿司、回転台はあるんですけど全然乗ってなかったりする人結構多いんで、注文する人が多いんで、やっぱ回転の取るっていうか、そっちの方が新鮮ですし、私のオープンしたばかりの頃はコロナが今よりひどかったので、もう回転はなしで注文だけ。あ、そうか。でした、最初だけ。コロナ的にちょっとっていうのはありますもんね。今スロー結構食べたんですけど、今回もう食べました。で結構めちゃくちゃもう美味しくてびっくりしてます。で値段的には、僕回転寿司久々に来たんで分かんないですけど、まあ一番安いのは多分40バーツなんで150-160円からまあ500円ぐらいまでって感じなので、料金的には日本より変わんないか、日本よりちょっと高いぐらいだと思うんですけど、もう大盛況ですし、まあ味も食べたらやっぱこれだけ流行る理由も分かるなって感じで、すごい鮮度もいいし美味しかったんで、もうびっくりしました。多分日本帰っても僕スシロー行くと思います。あで日本だとマグロ100円とかなんで、100円からあるんですよ。でもタイで40バーツって今1バーツ 3.8 円なんで、もう150-160円なんで、日本より 1.5 倍高いんですよね。日本より 1.5 倍高いにもかかわらずこんだけ混んでて、まあ本当に屋台とかで60バーツぐらいで食べれるご飯もある中でこんだけ混んでるっていうのは相当人気あるんだなって思って、まあ食べて、まあやっぱ美味しいなと思ったんですけど、ちょっとスシローのファンになっちゃいました。今後もスシローよろしくお願いします。バイバイ。今こういうプライドの絵が描いてあります。あっちとかも You are awesome Love in love って書いてありますね。であっちに Tinder のオブジェ、 Tinder のオブジェとプライドのやつがありますね。ちょっとあそこでなんか写真とか動画撮りたいなって思いますね。すごいですね。で結構なんかタイでは今同性婚を合法化しようっていう活動がすごいあるみたい で日本だとまだそこまではないんですけど、タイだとそういう同性婚っていうところにすごい関心があるみたい で僕もついさっきイベントですね、クラブさんのイベントに行ってきたんで、同性婚のやつとかもすごい応援したいなって思います。レインボーカーペットになってすごいですね。今タイの滞在の2週間と2日、16日間ぐらいの滞在が終わって、で3日間撮影もして、無事終わりました。でこれからちょっと空港に
にタクシーで行って、飛行機乗って日本に帰りたいと思います。バイバイ。あ、何ですか。オフオフ。はい。